高校入試数学、中学入試でも品質の直角三角形と半円の問題です。では始めましょう。斜辺が2センチであるような直角三角形 ABC の各辺を直径とする半円を書く。この時色をつけた部分の面積を求めてください。円周率は π とします。東北学院高校の入試問題です。では解説をします。 AB イコール 2X センチ、 AC イコール 2Y センチとすると、三角形 ABC における三平方の定理より、右の式が成り立ちます。これを計算して、全項を4で割ります。色部分の面積は右の式になり、2分の 1π でくくって、1の式を代入して計算すると、π 平方センチメートルとなります。